落としました。チュラストゲです。これはですね、キャンプのために購入しましたホットサンドメーカーです。ちょっと流行りましたね。まあまあ大きいな。あれこれ、あ、ここですわ。なるほど。こうやってここまで来て、こうか。なるほど。おっと、やべえぜ。やべえぜ。こうや。今回はこれですよ、これ。これずっと待ってたんですよ、この水筒。そう、直火ができるんですよ。これもちょっと試してみたいと思います。ではお水入れましたんでやっていきましょう。こんなぐらいで、中火のゲーぐらいで出てきます。落としました。こんな感じで。なんかこれ付属ついてたんですよ。カチン、テテレ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 レレってな感じで。あっ、熱っ。そんな大丈夫。そう、大丈夫ですね。よっさ、用意しました。1周年のために飲んでおりますが、別に普通のお茶です。で、あといろいろマグカップについても調べたんですよ。で、まあいっぱい種類があるんですけど、まずこれがダブルウォールって言って、層が二重になってるんですね。これまあダイソーの200円で買ったやつなんですけど、で、これ蓋もあるんですけどね。で、あとこれ、Amazon で買ったんですけど、まあ、シングルウォール。まあ、もう、一重ですよね。で、蓋があるという形です。取っ手ですよね。持つところこのままのやつと、で、あとこういう風な形で、しまえるやつとかもあるんです。まあ、いろいろあるんですけど、特徴がね、あって、ダブルウォールは基本的に結構ね、持続するんですよ。冷たいやつは冷たいやつ、ぬくいやつはぬくいですよ。外から中に伝わりにくくて、で、かつ中から外へも伝わりにくいという形ですね。で、シングルウォールなんですけど、実は言うと直火ができるんですよ。だからそういった点で、いいという形ですね。で、あと蓋もあるんで。で、ダブルウォールは直火禁止なんですよ。これやったらなんか、蓋やってたら蓋がバーン飛んだり爆発したりとかするらしいんで、気ぃつけてもらった方がいいと思います。そんな感じですね。あとはここですよね、取っ手。確かにこの、あるやつは持ちやすいんですけど、こっちも持ちにくいんですけど、ただこれが収納できるんで、かさばらないと。で、まあ、ソロキャンとかには多分適してるかなと思って。で、そのまま直火で、温められるんで、そんな感じです。で、僕基本的にコーヒーよりもお茶が好きなんで、お茶を飲むんですよ。じゃあ、僕ダブルボール結構家でも使ってるんですけど、持続はするのはいいんですけど、だんだん苦くなっていくんですね。だからそういった点でこっちの方が僕はいいかなと。これほんまに一長一短なんで、これはもうほんまにあれですわ。人それぞれの考え方と思います。ダブルボールとシングルボール。ダブルボールは直火できないけど、温度が持続できる。シングルボールは温度の持続はないけど直火ができるという形ですね。結構これは多分いろいろ個性が出てくるに違うかなと思います。以上、猫と時の時でした。そしてドローン空撮旅人の時でした。グッドおよびチャンネル登録よろしくお願いします。